さんこんにちは、インスピーテンスクラブの石井智明です。本日のインスピチャンネルは、こちら、テニスパーク湘南さんというですね、インスピースと一緒で、大会をよく開催しているテニスクラブさんの方にお邪魔しています。本日はですね、ここである方とコラボの試合の撮影をしに来ました。ということでお呼びしましょう。どうぞ。こんにちは、インスピリッツテニスクラブの石田ゆきです。違うね、コラボじゃないねコラボじゃないね。まずは石村くんです。よろしくお願いします。で、本家コラボ相手こちらの方です。よろしくお願いします。こんにちは、インスピーク所属の佐藤翔吾です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、佐藤翔吾さんですね。まず YouTube チャンネルの切り切りテニス翔吾を今運営されていて、はい、ちょっとネーミングセンスが面白くて私もよく見てるんですけどもありがとうございます。で今ですね、テニスコーチをされながら、ジョップっていう日本ランキングがつく大会に、家族さんに出場されていまして、最高ランキングが120位、はい、で今現在125位ということで、はい、テニスコーチをされながらそうやって大会を回っている、現役バリバリの、ジョップのプレイヤーの方と今日は試合の動画を撮影させていただきます。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、はい、今日は石村くんが翔子さん頑張りますちょっと筋肉的には筋肉的には、まあ、テニスですから、そうですテニスですから、はい、じゃあ筋肉さ勝負ではなくテニスの勝負をしていきたいと思いますので、はい、一言いただいて、試合の方早速始めていきたいと思います。じゃあ佐藤さんから一言お願いします。はい、石村くんとは過去にジョップの試合で、当たっていて、その時は僕が勝ってるんですけど、すごく辛かった試合だったっていうのをよく覚えていますし、対策の方はかなり練ってきたので、ちょっと負けるわけにいかないので今日はバリバリ勝ちに来ました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ石村くんも一言。はい、本当に1回負けてるので、その動画もちょっと見ていただけたら、はい、翔さんの方で待ってます。はい、僕のチャンネルの方で見えます。二度も負けれないという筋肉で、はい、もう勝ちに来ます。じゃあ本日の試合形式ですね、3セットマッチフルで、デュースありで行きたいと思いますので、はい、1セット目の、放送をインスピチャンネルの方で、で、セカンドセット、サードセットの配信は翔さんの、チャンネルで分けて、放送させていただきますので、結果の方は2つ見ないとわからないということで、ね、そうです。皆さんお楽しみにしていただければと思います。それでは皆さんよろしくお願いします。お願いします。
ではないでしょ。どころか、こっちです。おすすめ動画と最新動画はこっちです。高評価ボタンお願いします。めちゃくちゃ熱いです。